初日11レース5番脇本雄太選手です、ね、はい、もう何も言うことはないんですけど、うん、そろそろ取ろうよ、まあ、みんなによく言われるんで、ね、はい、今度こそって言いたいところなんですけどもね、うん、はい、いやもう遠慮せんでいいよ、まあ、遠慮はしたくないんですけどね、うん、年齢的にもそんなにもう若くなくなってきたんだから。そうなんですよ、もう30近いですからね、はい、俺30の時はねもう大ベテランって言われたからね。そうなんですけど、まだなんかどうやら僕若手みたいなんでまあ上が使えてるのは分かるけどね、まあ、でもそればっかり言ってるとね、そのうちねなんか順番なくなっちゃうよ。あのそれはちょっと言わないでください。僕もしっかり頑張って結果出したいと思ってるんで、ね、はい、体調はものすごくこうね、みんなトレーニングしっかり積んでるんで良さそうだけど、まあ、そうですね、ウィナーズ終わった後も全部トレーニングだったんで、うん、はい、しっかり調整はできたかなと思います。どうよ、ちょっとレース感覚が空くじゃない、その辺と。レース感覚が空くのが心配ですね。ね、そこが心配なんですけど、まあ、足自体はね本当問題ないので、あとはその感覚だけだと思います、まあ、とりあえず椅子を走ってみてってことかな。そうですね、椅子を走ればすぐ修正効くと思うんで、ね、はい、まあ、自信持って、まあ、逃げればなんとかなる選手なんだし。そうなんですけど ね、はい、勝ちたいです、はい、頑張ったな。はい、頑張ります、いつも通りです、大丈夫です